上州富岡駅は、群馬県富岡市富岡にある上新、電鉄上新線の駅である。世界遺産に登録された富岡製紙場の最寄り駅で、ある。上新電鉄の中では、高崎駅、吉井駅、下仁田駅と共に主要駅で、常時2名の駅員が配置されている。当駅発着の列車も設定されている。ホーム2台目。 上州富岡駅建て替えに伴い2013年2月に解体された駅舎から最も遠い乗り場が一番線となっている。また、単式ホームには番線表示が設置されていない。安中市と富岡市が民間業者に委託し、2014年7月13日から12月21日まで、毎週日曜日に横川駅行きの臨時バスを運行され、 同日に運行される JR 新越線の SL などとの連携を取ることで観光客の招致を目指すことになった。畑博氏、上州富岡駅、新駅舎が落成上新連鉄、毎日新聞 AB 増田勝彦、富岡製市場、連携バスを運行明日から日曜日に、毎日新聞、ありがとう上州富岡駅現役舎を別れ、記念入場券セット発売中。 上新電鉄株式会社2015年6月27日閲覧ありがとうございます。